はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズ浄化3のパート211を始めたいと思います。今回ですね、グランシーザーですね。グランシーザー4枠グランシーザーの幻魔パーティー、まあ幻魔のね、悟空を使うグランシーザーを使ってくださいというねリクエストあったんですけど、なのでね、幻魔の悟空が、まあこうざっとスキル見ますと一番下のね、魔王の力 SP とかね、そこら辺についてますので、ただ攻撃力がね、やっぱりね、シャムだと一緒で、そんな高くないので、ね、こんだけ攻撃力アップスキルをつけてね、豪傑の腕輪までつけてるのに、1426しかないので、しかも2回行動でこれなのでね、まあどうなんかなと思いますけど、弱点もね、休みが激減なので、まあ、威圧とかは食らわないかなと思うので、そうですね、こんな感じですね。まあ、シャムだから受け継いだんですけど、幻魔の悟空でね、どのぐらいいけるか、それによってね、また攻撃も決まってきますし、まあ、魔王の力 SP がね、呪いの鉄槌とかもついてるのでね、うまくいけば、うまくいくかなって感じですね。はい、ワールドマスター出てきましたね。ドラゴンキッズ。これは、まあ、幻魔グランシーザーなのでね。お、いいね。応援からの暴走期間もあるので。スバースあっちの方が早いかな。お、来ました。幻魔の悟空。どのぐらい削れますかね。幻魔パーティー。990。これおそらく何も使ってこれないパターンじゃないでしょうかね。天意無法座。テンション攻撃でも結構いくと思いますけど、66か、そんなでもないな。4回かな。移動 HP 回復の MP は回復しないか。なのでここでまたね、天意無法山で応援からの暴走期間、ドラゴンバーンとかも出ればよかったんですけどね。お、亡者ついてますね。だけど亡者リザオができない感じなのでね、これ現場でもゼロですよね。もう相手の MP がないので、相手が攻撃してくるしかもうありませんね。テンションからライドインパクトもできないんですのでね、これでね。先ほどはね、ワールドマスターというフリー対戦だったのでね。なので、ゾーマ。ゾーマは、MP 多いよな。幻魔の獄で間に合うかな？一応やってみましょうか。放送期間。こっちの方が早いですね。おそらく。あ、凍結カードつきましたね。お、いいね、ドラゴンバーン。ドラゴンバーンからの幻魔の獄。これでね、MP なくなったらね、ゾーマはね、901か。まだ食らいますよね。HP もそんな高くないはずです、ゾーマはね。なので逆にね、天意無法山とかね、あれ系の攻撃を2回やれば、いいんですけど、お、息を吸い込むからの、これは悪夢の呼び声かな。落ちたかな。あ、落ちた。まあ自分がよく使ってる手ですね、これはね。まあ強いですね、ゾーンはね。なんですけどこっちも強いんでね、あっち MP 減りましたね。ということはこのブラートで倒すしかないんですよね。
アイアンゲイザー、テンション、アイアンゲイザー、アビスハンドとかね、そういう感じで使うんじゃないですかね。はい、落ちました。なんだかんだグランシーザーがちょっと減らしてくれたんでね。で、この後にこっちもね、コマンドが復活してますので、ね、コマンドが復活しますね、テンション。メタルキングもね、案外優秀なんでね、防御要塞、守備力さえ上げてしまえば相当硬い物質になってしまうので、ただこっちもね、負けじとね、メタルなので、はい、これがね、2発いけばいいんじゃないでしょうか。あー前もね、ここでテンション貯めてくれなかったんですよ。なのでね、貯めてれば倒せたのにって結構多いんですよね。アイアンゲザー来ますけどね。ネネモスタイプとかついてたとしても、もうこれで終わりなので。はい、フィニッシュ。はい、次ですね。4枠、グランチシーザーに対して4枠。まあ、赤いですけど、テンタクルスですね。攻撃系ですね。なので食べられません。うん、食べられないんだ。食べられない。食べられない、ゲンマの僕。はい、暴走機関からの。なのでね、相手がね、常にアタカンタがついても貫通しますね。ロケットスタート。暴走機関。あ、つまり攻撃系でしょうね。521ということは、HP がものすごく高い。お、MP どんな感じかな、これで。で、この後に攻撃が続きますので、じわじわと削っていく感じですよね。はい、全然広まない感じですね。まだ HP が相当多いと思いますので、ワイルドバーン。あー、25はまずいんじゃないか。アンカーナック、一番最後に攻撃。おー、来たー、さすがね、テンタクルス攻撃系はね、極めしものはこんな感じになりますよね。なのでね、ブラウトで対抗しましょう。先ほどはね、部が悪かったですね。もう捨て身。もう半分くらいは減ってると思いますんでね。HP が高いとね、やっぱこうやってアイアンゲーザーも通るんですけど、高いですね、HP 本当に。ゲンまで追いつかない感じなので、まだ倒れない、990でも。この後またね、さらにアイアンゲーザーが続くので。はい、この後何出てきますかね。1戦目からね、結構きついですよね。4枠は確かに HP 高い。あー、1ダブルか、ここで。しかも HP が同じぐらいありますね。なので、速攻倒さないとこれ、大変なことになってしまいますね。2000でしょ、まあ、4000確定なので、次のターンでは倒せると思いますけど。あー、ここで攻撃か。あんまいかないと思います。これね、AI だとね、これがあるんでね、怖いんですよね。テンションにしてほしいんですけど、自分の場合は。アイアンゲーザー。これで、どのぐらいいくか。3412、3200か。それであっちが暴走機関とかなんかね、いろいろ暴走要塞とかあれば、まあ、5000なので、500減るので、次のテンションからのアイアンゲーザーで倒せるんですけどね。お、いけるかな。こっち硬いんでね、物理には強いですよ。こっちもね、 MP 尽きちゃうんでね、その前に倒したいんですよね。燃料切れ。あー、ということは新規1点。あー、 MP と確かこれ逆転しますね、 HP がね、3628。でも何もできないので、
これでテンションを貯めてアイアンゲーザー打ってくれれば、お、アビサンプでもいいかな。この後にアイアンゲーザー行かないな、 MP が足りないわ。あー、余計なことしないでほしいんだけどな、ね、こうなっちゃいますよね。それで MP 回復なので次のターンですね。一発撃てるんでこれでね。なのでテンションからのアイアンゲーザー、このターンでいけなかったらきついです。おお、ギリ倒しました。はい、ブラートを使えばブラートが出てくるとね。なんだろうこの現象は。テンションからの現場かな、これは。暴走期間、まあね、こっちが先に出たということはこっちの方が早いとかね、そういうあれでもないかな。攻撃力増加730、ああ HP 高いバージョンだねこれね。なので現場の悟空で MP をなくしてしまえばいいんじゃないかですよね。あとはちょこちょこ削るだけなので、はい、打てませんよね。なので攻撃してくるしかないんですよね相手はね。はい、自動 MP 回復がありませんということで、あ、変えてきました。変えてきたならテンションでいいです。まさかね、ゼロでね、現場使うと思いませんよね。こっちの方が早いですね。しかも、現場使ってほしいとき使わないし。現場でしょ、ここは。まあいいですけど。なら、ブラートがね、もうあんな感じなので、こっちもブラートで対抗しましょうか。こういろいろ来てね、こっちのグランシーザーじゃちょっと分が悪いので、ブラートに変わった瞬間、天狗宝山連発で行こうかなと思います。なんで、こっちもね、常にアタカマ保管ついてるのでね、跳ね返りますよね。はい。跳ね返って215。215は大きいんじゃないかな？ね。55なので、550ってことなので、550で今、200くらいって、じゃあ400くらいかじゃ今。アイアンゲーザーで倒せる。倒せますね。ブラートでいっちゃいそうですけどね。まあ要は先ほどテンション貯めてね、天狗宝山とかね、他の攻撃してくれればブラートはね、HP 高いだけなので、こっちのブラートは低いですけどね。今8432なので、おそらくあと80、まあ2桁だと思うんですけど、相手の HP はね。ここでテンション貯めないんだもんな。 AI はそれがきついんですよね。なんか知らないけどね。やってほしい時にや、ね、やってくれないのでね。まあ、先ほども、そうですよね。これでいったんじゃないか？ですよね。ただ、このブラートだと何が悪いかって、ブラート対ブラートでね、相手の HP がね、高いので、どこまで通用するかって話になってくるのでね。で、暴走兵器で攻撃上がってるのはメタルなので何も食らわないんですけど、こっちはね。はい、730×3 なので、まあ、2100？ まあ、だいたいあと5000くらいかな。はい。はい、今回こんな対戦でした。ということはね、先ほどね、ちょっと自分勘違いしてましたね。なんで死んだんだろうと思いましたね、ブラートが。なので、暴走兵器攻撃力アップの時は、いつもだったら10分の1減るんですよ。なので、HP が例えば、7000っておかしいなと思ったんですよね。補正入ってるんでね、7000の HP のモンスターあんまいないはずなんだけどなぁとか思ったんですけど、
暴走兵器は10分の2減るんですよね。なので要はね720減ってましたよね。あれ逆に暴走期間だったら360の HP 持っていかれてるはずなので3600ですね。相手のブラートの HP が7200だと思ってましたね。なので最後ブラートで落とした時あれって思いましたけど、まだ5000ちょいしか暮らせないので、もうそろそろね、まあ、倒せるかなとかいろいろ考えたんですけど、結構瀕死だったみたいですね。じゃあね、暴走兵器が10分の2減ります。で暴走期間とかね、他のが10分の1だったかな。要するに HP が1000あるモンスターだとしたら、暴走期間だったらね100食らって、暴走兵器だと200食らうって計算ですね。なのでまあそう考えると、まあ、720とか食らってましたので、半分の 360×10 なので相手の HP が3600のブラートだったってことですね。まあそういう感じでね、そうだね、暴走兵器だもんね。なのでまあ兵器といえどね、こっちのブラートもメタルなんで攻撃は食らわないし、まあ弦までね、あっちも、まあ、例えばアイアンゲーザーとかね全部使えない状態になってね、 MP 自動回復がついてなかったので、もうそうなってしまうとね、ただの攻撃しかできなくて、攻撃が通用しないモンスターにかかってしまえば、もうね相手も恐ろしくね、まあ、分が悪い体勢になってきますよね。なのでどっちみち勝てたということですね。なのでね、まあ今回こんな感じになってしまいましたけど、ゲンマの悟空をやると相手の MP をね攻撃できますので、まあゼロにしてしまってね、まあ回復もできなければね、簡単に言うとリザウラルもできないと。だから MP 自動回復分しかね期待が持てないので、まあそういう感じの戦い方できます。でね、ゲンマの悟空はね、物理攻撃なので結構物理も通るんですよね、グランシーザーなんですけど、元がね1426なので、まあ、これでもねだいぶ対抗できるので、まあ、グランシーザー使いようによっては使えるかもしれませんね。逆に4枠の方がやっぱいいのかな、これは全体に行くから。なので1枠相手だと、まあ今の攻撃が全体に行くので、まあそう考えてもね、結構いいかもしれません。ということでね、またね、まあこんな感じで使っていければいいかなと思います。たまにね、説明間違ってますけどね、後でちゃんと補足とかね、動画内にちゃんと補足しておきますので、まあそこら辺ご了承いただければいいと思います。なんせね、あと211もあるので、相当間違ってる説明してるのかなりありますので、ね、本当に1パートに1個ぐらい間違いあんじゃねえかぐらい間違ってる時もありますのでね。まあだよね。まあ、なんだかんだやっていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。